皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年11月6日、トラビスジャパン p の松田元太が出演する優派味格闘株式会社忍者飯の新テレビ CM、本音忍者ファン編、15秒が9日より全国にて放送される。写真、トラジャ松田元太、1週間で10キロ減。松田元太、バラエティーでの発言きっかけで CM キャラクター就任。 今回、松田が CM キャラクターに起用されたきっかけは、バラエティ番組で松田が本商品が好きだということを話していたことだったそう。そんな、ただのファン、である松田がパッケージキャラクターの忍者にふし、商品への愛があふれる CM となっている。また、愛が止まらず、商品に熱烈なキスをする場面も。テレビ CM に実写忍者が登場するのは、今回が初となる。 撮影が始まる前、マツダの名前がパッケージングされたこの日のために作った特別版の「ゲンためし」をサプライズでプレゼントされたマツダは、めっちゃ嬉しい。やばくないですかと喜ぶ、和やかな雰囲気で撮影がスタートした。また、撮影中には、カメラ目線で、めっちゃ好きこの CM とつぶやいたり、メイキングカメラに向かって忍者ポーズ。さらに、撮影終了時に花束を受け取ったマツダは、 カメラに向かって、ドローン、ポーズをするなど、最後までサービス精神旺盛であった。モデルプレス編集部、松田源太インタビュー、今回 CM のオファーが来た時の感想は、めちゃめちゃ嬉しかったです。テレビで忍者めし好きですと言ったことがきっかけで、普段からずっと毎日食べてますし、メンバーにも家族にもマネージャーさんにもメイクさんにもおすすめしていて。 まさかテレビ CM に本当になるなんて思ってなかったので結構マジで嬉しいですお忙しい日常の中で息抜きにすることは家でお酒を飲みながら忍者飯をつまみにして食べるんですよパートナーは忍者飯ですね今ハードは硬さや歯ごたえもしっかりあるので自分の中では主食のようにお酒以外の時でも食べますより幸せを分けてくれます メンバーの中で忍者めしをあげたい人はトラビスジャパンのメンバーみんなに忍者めしをあげたいんですけど A 松倉松倉海斗にちょっとあげたいんですけど多分めっちゃハマると思いますマチュ松倉のあいも結構固いのが好きなので忍者めしの沼にはまっていっちゃうと思いますどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう